はい、どうも皆さんお疲れ様です。ターポンです。ターポンが実況するアサシンクリードオデッセイ、今回第35回目ですね、続きの方を、プレイしていきたいなと思います。前回メインクエストでね、このところに来たわけなんですけども、あれここにいるじゃん。これやっちゃう、これこれ やろうよやれるわけですよ。で、オリンピックに来たわけなんですけども、このカリアスというのを、どうやら倒して居場所が見つかったわけなんですよ。なので、やっちまおうかなと。あ、でもなんかだいぶ人目にいるな。ここでやるのがちょっと怖いな。とりあえずじゃあメインクエストちょっと進めていきましょうか。場所が分かったので、時にやっちまいましょうか。とりあえずメインクエストで、進めていって、まあ、檻を見てあいつをやりに行きましょう。で、アルキビアですが、どうやら毒をもらえたと、いうふうに言っていたので、まあ、そいつのその犯人がね、誰なのかっていうのをちょっと確かめに行こうかなと。ここですね、レオニダイオン。こちらがレオニダイオンですね。よいしょ。これは毒だな。やられたのはアルキビアデスだけじゃなかった。なるほど。毒だ。探索をしましょう。すごいな。なんかいろいろ停戦協定もなきに等しいな。確かにとんでもないことが起こってるぜ。ちょっと暗いので、ほんとだ。どこから入るんだこれは。よいしょ、これだ。これが証拠だ。食べ物とワインに毒を混ぜたようだな。なるほど。この食べ物、匂いは妙だが、腐ってはいない。なるほど。なんだこれ。祝宴用の調達品一覧か。商人の名もある。このプリアムに会ってみるとするか。なるほど。よし。商人と会話。毒をもらえていたな。よいしょ。よいしょっと。さあ、その毒を持ったのは果たしてこいつなのか。さて、いろいろと話してもらおうか。勘弁してくれ。言われたことをやっただけなんだ。本当かよ。じゃあ。あんたに用はない。私が探してるのは首謀者だ。知らない。見たこともない。八百長を仕組むだけだと思ったのに、こんなことになっちまって、毒を盛られたって分かったんだ。私は友をアルキビアデスを救わなくてはならない。コロイボストリデだ。そこに解毒薬がある。ああ。誰であろうと償わせる。消えろ。二度とその顔を見せるな。ああ、ありがとうな。で、あぶね。で、コロイボストリデ、ここにあるんだね。あ、ここか。こいつやっていいのかな。やってもいいんだったらやりたいな。すげえ目立つんだよな。一人のところでいるんだったらやっちまいたいな。あ、ここはトラックですね。ちゃんとしたこんな陸上のトラックみたいな場所がちゃんとあるんだ。弓とかで攻撃したらいけないから。あいつびっくりしてるぞ。
弓だ弓。こっち来るぞ。あ、よしよしよし、こっち来い、こっち来い。何、誰もいない。ほら悪いな。よし、誰も見られずにこいつを排除してやったぞ。よし、これでもう問題が起きる。よし、とりあえずここに隠しておこうかな。オッケー、おお、やった。これであと一人、スパルタの王だ。はあ、ブラシダスの死を望んでる。ってことは、スパルタの王のどちらかが多分この、ここのコスモスのモンドってわけだね。で、デロス同盟もあと一人、ヘタイラを気に入っている。当てなき旅を続けろっていう場合はメインストーリーを続けないと、コスモスの門と手がかりは出てこないということですね。それ以外は結構ね、サブクエストとか、いろいろやると出てくるので、もう今回はね、メインクエストを進めれば OK という形ですかね。よいしょ、行くぜ。よいしょ。サブのクエストとかも出てるわけではなさそうですね。行きましょう。よいしょ。さあ、砦になんで解毒薬があんのか知んねえけど、とりあえず取り行こう。よいしょ。おろろろろ。よいしょ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 。オッケー。ここですね。よし。じゃあ、イカロスを呼びます。どこだ？これが解毒薬だ。よし。じゃあ、砦に侵入しましょう。砦はね、結構大変なんですよね。やっぱり人が多いから。私を警戒してる。砦に行く前に、アサシンクリードオデッセイの場合、何かあると怖いので、クイックセーブでセーブしておくと、万が一、あった際にとても便利なので、こまめなセーブは大事です。よいしょ、とりあえず、大胆に侵入しようかな。さあ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 、よいしょ。ここは当てないの砦だな。よいしょ。で、あっちか。悪い。おお、めちゃくちゃ来てる。素人じゃない、傭兵に用心しろ。やっべ、行くか。まあ当てないだからいいだろう。やばい、増援を呼ばせるわけにはいかないぞ。ほら、キョベイ。よいしょー。ダポン。この上だ。おー、だいぶいる。よいしょ。
いて。ほら。よいしょっと。悪いな。ちょっと容赦はでき、容赦はでき。ほれ。やばい。なんか傭兵来てない。あぶね。傭兵か。いてて。あぶね。いてててよいよ。ダメージがだいぶ。あぶね。あぶね。あぶね。誰が弱いだって？ちょっと武器を変えたいですね。ちょっとまずいぞ。これはまずい。今を実行。あばいあばいあばい。やばい、傭兵がいっぱい来てる。これとりあえず物だけかっさらって。やばいやばいやばい、援軍が来るぞ。どこだ、これか。やばい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 、うわ逃げろー逃げろー。オッケー、あばよと。そしてお金に物を言わせて、わ、9000円も払わなくちゃいけないの、すべての現職金払うのに。だからレベル51のやついなかった？なんか気のせい、気のせい。やばいな、めっちゃ来るぞこれ。よいしょ。ちょっとあれだな、かけられていちいち戦闘になるのめんどくさいから。よいしょ。まあお金はいくらでも持ってるからね、これは。お金はいくらでも持ってるから。よいしょ。50になったから防具全部レベル50にしたいな。よいしょ。あとで武器屋によってあれだな、全部アップグレードしよう、剣と防具と。さあとりあえず、メインクエストを、クリアしに行きましょう。物はね、かっさることができるから。よいしょ。おお、ここはまた競技場だ。アルキビアです。大丈夫かな、毒もらえてたけど。大丈夫か。アルキビアでーす。こっちじゃない。
アルキビアです。どこに？あれどこだ？建物の中だと思う。こっちか。こっちか。大丈夫か。だいぶ苦しんでる感じじゃない？ほら、解毒薬だ。飲め。ワインを持ってくる。味を消さないと。ヒポクラテス並みの治療だな。どうやら早くも体力が戻ってきたみたいだな。パンクラチオンの最終戦があるんじゃないのか。行こう。え、治ったな。よし。パンクラチオンの最終戦って言ってましたね。パンクラチオン。パイウスと会話。よし、じゃあそのパンクラチオンでね、現勇士を倒しに来ましょう。よいしょ。よいしょ。そうそうそう。とりあえずアルキビアですよね。回復バカ早かったですけども、よいしょ。たた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 、よいしょ、よいしょ、おいしょっと。次の相手はドリエウスだ。はかのヘラクレスの末裔を名乗ってる。準備はできた。オリンピックの王者と対決したことはない。だがここまで来た。お前じゃ無理だろ。油さえ塗ってないじゃないか。おしゃべりはおしまいだ。まあ一撃ももらわないですよ。何がチャンピオンだ。かかってやがれ。ヘラのために。栄えある新人がまさに強豪への階段を駆け上がっていますが、この男にどう挑むのかお手並み拝見といきましょう。我らが勇士ドリエウス。あら、でけえ。おら、かかってこいよ。ほれ、わーやばい、スーパーマンパンチ。おら、ロブロー。出したことないじゃないか。
まあ、カサンダロが本気を出せばね、案内でどうでも、もうひとひねりですわ。さあ、これで。神々は優しく微笑む、そう、我らが勇士たちに。だが、勝者と呼ばれるのはただ一人、ファルタ。ここに永遠の栄光。優勝しちゃったね。あっさり優勝できましたね。よし。クエスト完了、バンクラチオ。よし。で、とりあえず、とりあえず、バンクラチオ、これやりましたので、アテナイ軍の阻止を命じられた。どっちやりましょうかね。上からいきます。殺すべきか、殺さざるべきか。ミュリーネとブラシラスとコール。これでしょうね。こちらを先にやった方がいいような気がしますね。ということで、どこに行けばいいんだ？スパルタの将軍と対面。こっち。マップを見ていきましょう。ウエスト的には、ここですね。征服者。あ、だいぶ遠いな。ここのあれだな。あれをアンロックしとけばよかったですね。どっから行った方が近いかな。ボイオティはあんま行ってないからな。ここから行って、ここに向かいましょう。ちょっとその前に、そしたら、武器をですね、強化したいので、鍛冶屋さんがどこか近くにあるところに、とりあえずメガイスまで一旦行って、あ、ここにあれだね、あるから、ここで強化して、征服者、向かいましょうか。で、ちょっとじゃあ、アポロン神殿までファストトラベルしていきましょう。ちょっとレベル50になったんで、防具とか、全部アップグレードして、このに征服者行って、多分それで多分時間的に多分ちょうどいいと思うので、35回目は、そこまで進めていこうかなと思います。さあさあさあ。いやー、まさかオリンピックで優勝できるとはね、思いませんでしたよ。さあ、ファストトラベル中、ファストトラベルまではね、ちょっとロードがあるので、ロードが終わるまで、ちょっと待ちましょう。さてさてさて。よし。さて。とりあえずまずは、鍛冶屋さんに向かいましょう。非常に手強い船が海上ブルーツ見つけて破壊し、素晴らしい報酬を手に入れよう。平らではない。地球が球形で球状宇宙の中心に位置することは紀元前5世紀に認められたと。
よし、そしたらじゃあ久しぶりにここに来ましたね。そしたら鍵や。よいしょ。剣と防具を強化していきましょう。で、インベントリーで槍、これね、あるね、水中で呼吸できるってあるんですけど、これ外して、こっちにしようか。エルシオンのかっこよ。これにしよう。で、あとはこの剣を50にして、あとは防具ですね。この辺を全部、50にできたら50で一旦強化しちゃいましょう。まずは剣ですね。だいぶ素材は集めてあるので、アップグレードしちゃいましょうかね。よいしょ。どうも。いや、傭兵さん。アップグレードを頼みたいんだが。よし。お金もあるので。まず剣をアップグレードして、そしたら169、これでしょ、これアップグレード、これもアップグレードで、アトランティもアップグレード、でこれも、レベル50にしちゃいましょう。で残りは全部売ります。 OK。 あーこれか、ステロペスの弓、これも50にしたいな。バカ高いな。バカ高いな。まあいいや、弓はあんまり使わないからかな。売りましょう。じゃあ売った方がね、意外と、まあね、金色以外はあんまり興味がないので。売りましょう。よいしょ。で交易品を全部で、で彫刻で、彫刻で、ライフアーマープラス20。どうしよっかな。水中で呼吸ができるは意外と便利だから取ろうかな。よいしょ。こんな感じでね、武器にこうパークをつけることができるので、パークをつけていきましょう。で、複数装備しても重複しない。スパルタキック。強烈下がり。背後行って、射撃、オーリアダメージ、こっちにつけるか。全体性プラス30、飾り彫りできんのかな。あーなるほどね、この辺でできるんだ。そしたらですね、何つけようかな。剣のダメージ。全ダメージプラス2にするよりかは、剣ダメージにしようかな。よし。まあ、とりあえずこれでいいでしょう。来てくれてありがとう。OK。そしたら、じゃあ、スパルタの将軍がいるとこまで、移動して、35回目終わりにしましょうか、じゃあ。よし。おい、オーバーウース。いい子だ。行きましょう。今回はそこまで移動して、話しかける手前らへんで一旦切ろうかな。よいしょ。怖い怖い怖い。この世界で怖いのは動物たち。人間より動物が強いのが多々あるからな。とりあえずこの山の中を突き。こういう山はね、意外と、ファボスで行った方が移動が早い。谷登るときはね、ちょっとまずいですけど。これは登んなくちゃいけないのかな。この辺から行けないかな。さすがにちょっと登んなきゃだけど。
なんかいけそうだね。お、いけた。いけましたね。よし、行きましょう。で、ファストトラベル地点が近くにあるから、そうだね。ここで一回、ファストトラベル地点で、ファストトラベルをアンロックして、そこで応援しようかな。多分それでちょうどいいはず。そら、そうしよう。こういう気がしました。ここは当てないですね。よいしょ、よいしょ。ここからは登っていこうかな。よいしょ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 。さあ、シンクロします。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回35回目は、ここで一旦終わりにしようかなと思います。次回メインクエストの続きですね、スパルタの将軍と対面して、行こうかなと思います。というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。